昨日から自転車のながら運転の罰則などが強化されたことを受けて、都内では自転車の取り締まりが行われました。取り締まりの法改正あって、酒気帯び運転もながら運転も取り締まりしますので、気をつけてお願いしますね。東京中目黒駅の前では自転車を中心とした取り締まりが行われました。昨日から自転車を運転する際の携帯電話の使用と酒気帯びの2種類が危険な行為として厳罰化されています。また新宿区歌舞伎町ではペダル付き原付バイク、いわゆるモペットの取り締まりが行われました。